ヤッホーヤッホー来てくれてありがとうございます。ちょっと いつもニコニコリナで来てくれてありがとうございます。こんばんは。この配信は、6時半までするので、ぜひ皆さん最後まで見てくださると嬉しいです。そしてね、6時半からもハンちゃんの配信があるので、ぜひ皆さん見てくださると嬉しいです。ハンちゃんがね、今日誕生日なんですよ。やった。あれ、あったあったあった、やばい、充電が。ちょっと待って、よし、よし、わかった。ちょっと待って。なんや。前髪は問題なしだって言って。ありがとうございます。そう。そして今はね、コリラックマン、リラックマンのね、イベントをしてて、コリラックマンを集めてるので、かわいい、コリラックマンを集めてるので、ぜひ皆さん、コリラックマンギフトをね、無料でね、投げれるので、ぜひ皆さん投げてくださると嬉しいです。また一番年下、そう。そう。またね、年下になっちゃった。いや、これは。コリラックマン手元の投げるね。画面に投げちゃったら届かないです。みんな12歳、そう、みんな12歳になりました。いーちゃんだけ11歳。いや、昨日公演楽しかったってありがとうございます。目が外れそう。
ゆりちゃんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。わくさんだるま100個たくさんありがとうございます。画面にいってなりました、ありがとうございます。もちろんギフトすごいたくさんありがとうございます。頑張って12歳追い越せ、追い越すことはできないんですよ。はんちゃんせ、そう嬉しい、本当にめっちゃ嬉しいんですよ。そう自由恋愛してる時にね、はんちゃんとココッペと昨日その時に乗ってますみたいなのが書いてあったからイエイってなりました。憧れるね、で憧れ、え、でもこのままでいいかも。え、でも憧れだったら15か18くらい。そう、そしてね、6時半からはんちゃんの配信がね、あるので、ぜひ皆さん見ていってね。そして今日はね、はんちゃんの誕生日ということで、じゃじゃん、このね、開けます開けます、このねやつを買ったので、遠くにしたら見えない、よし、あのこれをね、このアクスタを買ったので開封していきます。うわ、そう、結構前まで買ってて、やっと開けれるんですよ。開けたー。それ、これでもちょっとちっちゃい。開けました。え、すごいかわいい。そしてね、いーちゃんは、あることをね、やると思います。ちょっと待ってね。よいしょ、皆さんに問題です。手元にこのゆいちゃんのアクスタもありますね。これ何個もつなげられます。皆さん何をすると思いますか。これでふふ正解はここに、待って、くっつけれるかな、入んないかも、入んなかったです、あー入んないです。ちょっと悲しいですね、悲しいのでここに乗っけます。あ、できました。でかげ、でかできました。サイズが違いましたね。身長買って、そう身長買って、え、めっちゃ背悪くない、誰にも読めなかった、それがそう。どこにも入らなかった、すごい、ちょっと待ってね、台を自作しないとダメかな。等身大、等身大、これは、あ、わかった。レイヤーちゃんの実、そう、レイヤーちゃんの実。すごいね。何センチくらいだろう、これは。レイヤー姫みたい。さすがに、レイヤー姫は、でかい。じゃあ、こうか。OK、頑張れ。よし。これをこうしてここに置いて、あ、
よし、できました完成。ここにお邪魔します。お、待って、これでよくない？こんにちはこれじゃ、これはんちゃん見てるかわかんないけど、皆さん、はんちゃんに届けてください。このこの風景をもう配信で言っててください。天使の尻尾、ゆいちゃんの抱きつき、ひとといそう、ストーンってきました。楽しかったです。あれは、はんちゃんから、あ、待って、このことじゃないんだ。はんちゃんから LINE が来た。嬉しい。はんちゃんのね、お誕生日メールね、一番にやると思ったらさ、全然一番じゃなくて、ちょっと遅れちゃいました。だるまインコさん、コンペイト？え、すご、なんでコンペイトなの？ありがとうございます。コンペイトの時期？ハンちゃん宿題中、ハンちゃん宿題中、頑張れ。ハンちゃんも配信が終わったら宿題をします。見てくれてるかな。ひなあられ、え？マジですか？え？え、コンペイトじゃないこれ。え？あんちゃんには、みんなやっぱりガチャガチャプレゼントする。どうなる？わかんないね。え、で、こうしたら、そう、めっちゃでか。でかすぎて、やばい。ひろたんさん、くま、くま、ありがとうございます。できない、ちょっと待って。くま、ありがとうございます。うん。めっちゃぼやけるね。うん。コンペイト、あ、よかったです。コンペイトでした。進撃の延長、ハートつけたら余計に怖くなっちゃう。見て、めっちゃ可愛いこれ。なんか、斜めってるこれが。めっちゃ大きさ違う。でも、実際こんぐらいかなったら。なんかこんぐらいです。いいちゃんとあんちゃんが実際並んだら。こんぐらい？うん。すごいかわいいこれ。じゃあもう来年ね、またこれはこれしたいなって思います。このそう、このアクスタ誕生日のやつ、生意気リップ、そう、生意気リップスの人めっちゃかわいいの。遠近法使え、遠近法、こうしたらいけるね。あ、見て、すごくない？え、プティチーさん、コリラクマたくさんありがとうございます。え、八六さん、コリラクマたくさんありがとうございます。え、ジピタンさん、ひだあきさんたくさん、たくさんくまありがとうございます。はんちゃんとのコンビ名は、ゆいはん。ですね。はい。ゆいはんってみんなから呼ばれます。
なんで、多分夕飯ですね。ひな人形か、ひな人形まだ飾ってない。そう、ひな人形のね、怖い話を今日、この図書室で読んでしまったので、ちょっと思い出したくないですね、ちょっと。今は思い出したくないです、ひな人形。ファンファンさん、コンペイトありがとうございます。快速特急さん、クイラックもたくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ちょっとね、12歳になっちゃったので、もう。ゆいながはん、ゆいながはん。いや、怖くないですよ、あれは。絶対に怖くない。昨日泣いちゃってたから心配してたって。ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと待って、鼻がやばい。待って。ゆうなとはんちゃんだと夕飯ちょっと。それもそれでよくない？ご飯みたいで、夕飯。あ、後藤さんとはんちゃんだったらご飯になります。めっちゃ急に思いついただけだけど。夕飯はもう。ご飯、何があるかな、ご飯。夕飯はちゃん、はんちゃん。おぉ。すご。うん。おいしそうな名前、そう、おいしそうな名前。そう、夕飯はやばい。昨日これでもめっちゃ長そう。なんか、なんだっけ。なんだっけ。自己紹介 MC の時に、めっちゃ鼻が鳴るしで、こんなやつだ。15万ありがとうございます。あと5万で20万達成するので、ぜひ皆さんたくさん応援してくださると嬉しいです。リラックンポイント3万ありがとうございます。ナメキリプスの、いや、これは、誕生日の、グッズのね、多分、アクスタです。かわいいです。2月からね、誕生しました、このアクスタ。そう、ギーちゃんたちのはないんですけど、かわいいですね。買いました。これは、スキスキスキップの、11周年記念やつです。これは、最後のポーズですね。みんなも覚えてね、これだけ。ね、落合涼さん、クイラックもたくさんありがとうございます。衣装は自分で選ぶんですよ。でも、ゆいちゃんがその写真を撮った時に、生エキリプスはね、やってなかったので、できませんでした。うん。それだけ覚えたい。いや、これ覚えれば、もう行きますよ。好き好き好き。スキップは何気にダンスを、ね、めっちゃ飛ぶのでちょっと、ね、疲れますね。足がねめっちゃ一番痛くなります。どんな衣装が生意気リップスの衣装がいいですね、やっぱり。ひな人形の代わりに、後藤ひなのちゃんとアクスタと、ひなちゃんのアクスタの、あ、だね、ひな人形。かわいいね、それは。でも、ディナ人形でもいけると思うんですよ。ミナ人形とか。
いけるくない？ひな人形、ひな人形、みな人形、ひな人形。なんかつけばいけるよね。ゆうな人形、ゆいな人形、はな人形。はなさんもいけるくない？はな人形。いけるいけるいける。かわいい、はな人形。これ誰がいけるかな。中学生メンバーで名前切りそう。まあ、だいたい第7です。って感じです。うん。ほんとね、歌えたら歌いたいです。鼻に、いや、じゃ、そっち。そっち。石松人形だと江戸時代。おお、おお。江戸時代。江戸時代。なんで江戸時代？なんかめっちゃなんか伸びてきたなって思ったら前髪のちょっと上に行っちゃってるこれ。え？やつ人形前髪が伸びた。やばいやばい。じゃあどんどんサイザコになっていくんよ。で髪を切ったら呪われて死んじゃうので気をつけてください。な人形のね髪をね切っちゃうと呪われますのでお気をつけください。その前髪もえ、ほんとありがとう。昨日はねめっちゃね前髪をいじられたんですけど面白かったです。ずっとねずっとお題が言われてからえ何しようと思っていろんなのを考えたけど全部なんか気に食わなくて、でなんだろうって思ってた時に こんな感じでした。あ、前髪だって思って。そう、前髪を。そう。言いました。前髪が、前髪が、切りすぎちゃって、みんなからいじられるので、早く伸びろと思ってやってます。ボスな人さん、たくさん黄色い鳥、クリラックマ、リラックマ、たくさんありがとうございます。ずっと、おいちゃんさん見ながらさ、それにしてもね、MC、自己紹介が終わった後、あれって思った。ずっと見てたって。前髪だけにしたらチャンスの、女神になるや。ほんと。そう、そして明日からね、ラビリンスがね、始まるので、ぜひ皆さん、ぜひ皆さんたくさん応援してくださると嬉しいです。ラビリンス、このラビリンスの仕方は、坂口莉子さん、坂口莉子って、インスタで、検索して、ハイライトっていうところがあるんですけど、そこで、スライドしていくとラビリンス講座があるのでそこから見てめっちゃわかりやすいのでぜひ皆さんそこから見て応援してくださると嬉しいです。お願いします。ごめんなさい、ギギって。いや、それではちょっと何じゃみをしていきたいと思います。13位ワクさんありがとうございます。12位落合亮さんありがとうございます。11位、あたりさんありがとうございます。10位、だるまインコさんありがとうございます。キーファンファンさんありがとうございます。8位、アジルスちゃんありがとうございます。7位、のみさんありがとうございます。6位、ぽよぽよしさんありがとうございます。5位、ひろたんさんありがとうございます。4位、やっさんありがとうございます。そして、第3位は、くる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 っとかん。夏目吉高平さんです。ありがとうございます。
して第2位はぐる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 っとかんポテチーさんです、ありがとうございます。そして第1位はぐる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 っとかんひさおたんさんです、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。この後はイーハンちゃんの誕生日配信がね8時までが長く続くのでぜひ皆さん最後まで見てくださると嬉しいです。以上途中までいるかもしれないです、途中からなので見つけてください。今日は30分だけなんですごめんなさい。イーハンちゃんのね配信があるので皆さん楽しんでください。たくさんね皆さん今日も来てくださりありがとうございました。それではそろそろ、カウントして終わっていきたいと思います。2162の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またねバイバーイ、来てくれてありがとうございました。バイバーイ。